Welcome to Healing Mose. はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも見ていただいている皆様の願いが一日も早く叶いますように。はい、今日は夏至になり、一年で一番エネルギーが強い時、そして先月満月も終わってということで、また今から新しいエネルギーに向かって進んでいるところです。そして、赤ちゃんリーディングはしたいなと思っていたんですけれども、今日は今見ていただいている皆様のご先祖様が今回、例えばなんでなかなか赤ちゃんが例えば来てくれないのかとか、こうしたらいいよとか、ご先祖様からのメッセージをお伝えすることによって、それを妊活に生かしていただければと思っています。はい、選んでいただきたいのは一番左の方1番、真ん中の方2番、一番右の方が3番になっています。このタロットと、あとオラクルカード、星座のカードとか、あの時期を表してくれるカード、そういうことを見ながらお伝えをしていきたいと思っています。じゃあ1番の方、2番の方、3番の方、はい、じゃあこの中からピンときた色をお選びください。ご先祖様からのメッセージをお伝えしながら、皆様の夢が早く叶いますように応援しております。はい、それでは1番の方、ご先祖様からのメッセージ、どうしたら赤ちゃんが来てくれやすくなるのか、はい、そのご先祖様からのメッセージをお伝えいたします。開いていきますね。さて1枚目、どういうメッセージか。おお、これはカップの6、子供を表すカードが、正位置で出ました。来てくれるよって言ってるんじゃないかな。まずね、子供を表すカードが出たのでとても驚きました。はい、そして2枚目が、はい、ワンドのナイトのリバース。赤ちゃんがこの1番の方のところに行きたいって言ってるんだけれども、エネルギーがないとか、行きたい気持ちはあるんだけれども、なんか底力がないっていう風なことを言っていて、ちょっとこれが何を表すのか。はい、3枚目です。ワンドの2のリバースだね。火のカードが今回ね2枚、リバースで出てるんだけれども、ご先祖様曰く、
赤ちゃんの存在はもうすぐ近くにもういるよっているんだけれども、これね、まあどっちかっていうとこうご主人にも見えますね。ご主人にも見えるし、この2番の方、あ、ごめんなさい、1番の方、1番の方とこのご主人の間に今何か問題があったりとか、コミュニケーションがうまく取れていなかったりとか、こうお互いのこのゴールって言えばいいのかな、うん、それが、うん、うまくすり合わせ、答えのすり合わせができてない可能性があるからよっていうことを言ってるような気がする。ということは、まず夫婦間でしっかりと本当にこうお互いの気持ちとか、うん、こういうところまでは例えば頑張ってみたいとか、そういう、 こう情報の交換ですね、それが必要よっていうことをどうもご先祖様は言ってるような気がしていて、はい、そして2列目です。コインの子か、お金の問題、うん、仕事の問題、うん、そこをすごく、うん、心配していらっしゃるのかな、うん、ね、いかがですか、1番の方、うん、死神のリバース、なんか仕事を変わりたくないとか、うん、仕事を逆にこう転職したばかりとか、うん、カップのナイトが出ていて、うん、そうですね、うん、その経済的な問題とか仕事の不安っていうことを大きく大きな心配として一番の方がこう思っているみたいで、でご先祖様いわく、人と接する仕事とか、こう一番の方のこう優しさとか感性とか、なんかこう心と心のつながりとか、そういうものをなんか活かせる仕事がいいような気がするって言ってるような感じです。うん。なんかもし今2番の方が仕事、金銭面で悩んでいるのであれば、どっちかっていうとこう事務とか、うん、ではなく、もう少しイマジネーションを活かせるような例えば仕事だったりとか、うん、優しさとかアートとか、うん、そういうものを活かせる仕事の方がいいんじゃないかと、うん、言っている。これがなんか妊活にもつながっていくような感じなんですね。はい、そして一番深いところの気持ちです。コインの4のリバース、戦車のリバース、うん、忍者、はい、聖地が出ました。うん、ここでね、まあ、ダイヤルかなが2枚出ているんですけれども、うん、うん、ご先祖様曰く、なんかね、そんなにこう欲張らなくていいんだよって言ってる。これ一番の方、なんかこう思い当たる節ありますか？もしかしたらね、例えばお一人お二人、もしかしたらお子さんがいらっしゃる方もね、いるかもしれないし、いわゆる第一子を望んでいる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これうーん、なんかこうおじいちゃんおばあちゃんとか、まあご先祖様っていう意味もあるし、これね、まあ、家族のカードがこうリバースになってるので、
なんか今こう家庭の中がうまくこう回ってないような気がする。でどうしてかっていうと、ね、一番の方、まあ、一番の方がいて、例えばご主人がいてだとすると、なんかお互いがなんかこう私がみたいな、そういう部分が少しあるかもしれないから、一緒に例えばお墓参りだったりとか、例えばあの双方のご両親のところにこう行って、例えばまあ本当に話すとか、話を聞いてもらうとか、そういうこともすごくいいっていう、なんかこう考え方が、視野が狭くなっている、うん、そういう部分があるみたいで、うん、そうなんですよね。コインの4のリバースとね、戦車のリバースだから、なんかこの、まあ、この、まあ、どれでもいいんですけれども、まあ、このね、持ってるものをこう手放したくないって感じ、うん、これもあれも手放したくないみたいな、それが今もしかしたらなんかこう強くなりすぎていて、うん、少しこう冷静になるように、で冷静になるためにはお墓参りとか、こうご両親に会いに行く、話を聞いてもらうとか、うん、なんかそういうのがすごく良さそうっていうことを言ってるのかなっていう感じがして、うん、で、まあ、今回のまあそうですね、トータルっていうことを言うと、もうね、赤ちゃんはすぐそこまで、ね、来ているよって、もういるよって、赤ちゃん待ってるよって。でも、この一番の方とご主人の方の間にあるコミュニケーション、こう仕事のこと、もし仕事で悩んでいる、内容で悩んでいるのであれば、ね、一番の方の優しさを伝えれるような、そういうふうな仕事の方が一番の方のストレスもなくなり、赤ちゃんも来やすくなるよっていう、そういうアドバイスもあって、そしてこういろいろなことに対して執着が少し強くなっているかもしれない。だから体の緊張とか心の緊張とかをこうきちんとこう解くことが大切。そしてこう家の中の風通しを良くしてあげて、そのためにはこう第三者の人、もしくはお墓参りとか行ってアドバイスをもらうっていうのもいいんじゃないかと言われているような気がしています。ねえ、一番の方どうでしょうか。今からアドバイス、うん、はい、じゃあオラクルカードで見ていきます。はい、Be Loved。 お、ここ2枚でいいかな。よいしょ、ちょっともうちょっとね、シャッフルしましょう。おお、ドリームビッグ。これなんだよね。よいしょ。うん、ね、お金のカード。まずこのね、4枚が一番の方に伝えたいアドバイスになるんだけど、これは、まあ、愛するカードなんですけれども、一番の方がまず自分のことをなんかしっかりと自分自身のことを愛してあげてほしいかな。うん、自分のことを、うん、もしかしたらね、こう自己肯定感とかが、うん、少しこう低かったりとか、なんか私なんかとか思っちゃう部分がもしかしたら、うん、あるのかな。
なんかね、少し寂しそうな感じがするんですよね。そして、まあ実際にね、こう私たちは赤ちゃんが来てくれるんだっていう、まあ、この大きな夢を描きながら、そして、このまあ金銭的な問題、もしね、不妊治療をするにしても、赤ちゃんを授かった後っていうのが、やっぱりどうしても教育費とかそういうところで、ね、かなりの額が必要になってくるので、そういう貯金生活をこうきちんと、ね、しながら、ね、夢を大きく持ちながら、そしてなんかね、しっかりと自分を愛してほしいっていうことを、このね、カードたちは伝えてくれているような気がしました。実際に、まあ、いつぐらいに例えば来てくれるのか、もしくは何月生まれの子が、来てくれるのかを、ね、2種類のカードで見てみましょう。はい、1番の方。これかな？はい。まずね、9月のカード、9月に来てくれるか、ごめんなさい、か9月生まれか。さあ、そして星座、が出て、これもね、乙女だから9月か。まあ乙女が厳密に言うと8月の終わりから9月だから、なんか今年の9月はとてもなんか大きな転換期になるんじゃないかなって思っていて、まあ今はね、もう少しで7月になるんだけど、ご先祖様がこう言っていることを、なんかこう、あ、当てはまるなって思うところは取り入れてもらって、そして、まあ、これが9月に来てくれる、もしくは来年の9月に生まれるっていうことを楽しみにしながら、赤ちゃんのことを待っていただければと思います。はい、これが1番の方へのメッセージです。はい、それでは2番の方、はい、見ていきたいと思います。ご先祖様から、妊活のためにそのメッセージで、赤ちゃんが来やすくなるように、妊活がうまくいくようにということで、はい、今日はまずはタロットから見ていきたいと思います。状況だったりとか、すごくすごく悲しい状況なのかな、何かを後悔していたりとか、もうダメかもしれないとか、そういうことを思ってらっしゃるのかな。なんかね、ご先祖様もすごくこう辛そうなんですよね。カップの3、
こう、まあ、周りの例えば友達だったり、うん、例えばママ友、うん、妊活中のねこう方とか、こうそういう方たちがね、例えば、まあ、どんどん赤ちゃんが授かっていく中で、ね、2番の方、ね、私には来ないっていう感じで、うん、こう比べちゃっている部分、そこがねすごくこうご先祖様がなんかこう、うん、苦しいというか、こうかわいそうにっていう、そういう感じで、うん、思ってるみたいなんですよね。うん、でもコインの6、うん、でもすごくそういう悲しんでる気持ちがあるんだけど、ものすごくけなげにこう対応、うん、していたりっていう部分で、ご先祖様としてはこう分かってるからこそ、こう胸が痛いし、なんか本当にこの状況でこうよく頑張ってるなみたいな、うん、そういう気持ちが出てるかな。はい、そして2列目、うん、ワンドの9、なんかねもう少しでね来るよって言ってて、うん、2番のね2番の方のところにもう少しで嬉しい知らせがやってくるよってご先祖様が言っていて、うん、ソードのエースのリバース、うん、こう今まで来なかったニュースだと思います。コインの8、うん、あの2番の方ってそれはそれはコツコツ真面目で頑張る方、うん、まあ技術系というか、そういうこう寡黙な感じがすごくするんです。口数はね多くないかもしれないんですけれども、もう本当にこう真面目、誠実さ、そういうのがこう分かる方かなと思っていて、で、まあ、その魅力、その、努力がもう少しで実るって言ってます。うん、ご先祖様がね、今まであなたがこう聞きたくて聞きたくてしょうがなかった嬉しいニュースがもう少しで来るよって、うん、言ってますね、2番の方ね。はい、一番まあ深いところ、まあ、ご先祖様がね言っているのがデビルのリバース、うん、おー女帝ね、ダイアルカナ2枚続いて、ソードのナイトリバース、うん、一番ここのね深いところでは、もうここは母になるっていうカードがもう出てる、母になるとか妊娠、赤ちゃんが来てくれるっていう意味があって、でここにデビルがリバースが出てるから、今2番の方が、手放さないといけないものがあります。それがあなたにとってのこう悪い習慣なんですよね。もしかしたらあの夜遅くまで例えば起きてるとか、ジャンクフード食べてるとか、なんかこうそういう2番の方が自分で、あ、これのことかなみたいな、それがあったらぜひ手放してください。もう早めに、そうすると、うん、すぐ赤ちゃんがこう来てくれるような気がするんですよね。そしてもういろいろ考えすぎるのはやめて、頭でもういろいろ考えすぎるのはやめて、こうあの思いすぎること、考えすぎることも含めて一緒にこの執着っていうものから手放して、
そうするともうあなたは、ね、もうすぐお母さんになれるよっていうことをなんか言ってるな、うん、ご先祖様がなんかもう少しって言ってくれてるんですよ。で特になんかね、努力をね、今までよく頑張ってきたねって、でこれだけこう辛いことがあったのに、うん、なんかこうね、人知れず涙をいっぱい流したはずなのに、うん、もう偉いって、もうね、もうすぐ待ちに待ったニュースがやってくるよって、でそのためにはこう不必要なもの、これが心の、うん、なんかこう汚れた感情だったりとか、まあ劣等感だったりとか悪習慣、うん、だったりとか、そういうもの、考えすぎる部分も手放す、うん、そうするともう本当にほらっていう感じで、なんか、うん、来るよっていう風な、なんかすごくこう今までのなんか全てを分かってくれている、うん、ご先祖様がこういう優しいメッセージをくれたなと思っていて、今からアドバイス見ていきます。はい、ペイシェンス、出してもよかったんだけど、これかな、はい、よいしょ、ダンス、はい、まずね、まあ、この4枚が2番の方に伝えたいアドバイスとして、もうやりたいことをやりましょう、はい、ペイシェンス、もうね、我慢しなくていいんだよって。2番の方はね、こう自分をこう抑えちゃうのかな、長女じゃなくてもなんか長女的役割がある方、うん、っていらっしゃるんだけれども、こう、うん、いい子でいようってするわけじゃないんだけど、こう私が我慢すればみたいなね、そういう部分があるような気がします、うん、なのでまずもうね、我慢はやめて、2番の方がやりたい、もうやりたいことをね、どんどんやっていこうねって、うん、そして、まあ、体を動かすこと、もうこれもすごくいいし、いい音楽、体を動かすこと、これもおすすめ。そして、まあ、お風呂かな、ね、お風呂にしっかり入って体を温めて、そして心も癒してあげてくださいって、うん、実際、まあ、ヒーラーとかね、世の中にはいらっしゃいますけれども、このね、2番の方はご自分でこういうエンジェルカードとかね、うん、そういうカードでなんかこう自分自身をこうカードを引いてこう整えてあげるのもいいのかなっていうふうに思っています。それがきっとこうポジティブな方向に使える方なんじゃないかな、2番の方は。うん、じゃあ時期見てみましょうね。はい、2種類のカードで、2種類のカードで何月頃に、まあ、来てくれる、もしくは何月生まれの子、うん、それを、はい、見ていきましょう。
はい、2番の方。はい、じゃあまずは11月、11月に来てくれる、もしくはね、まあ、11月生まれ。はい、そしてこちらはね、まあ、星座のカードです。12星座。これかな。はい、じゃあ見てみます。おお、あ、はい、これもね、あのヤギ座のカードで、まあ12月、まあ1月の上旬までだから、なんか今年の秋冬かに来てくれる、もしくはね、まあ、この時期に生まれる可能性。なんかすごいですね、11月12月ぐらいがなんかこう大きな、こう来てくれやすい時期、もしくは、ね、生まれる時期、そういう風に思っていただきたいなと思います。案外ね、こうこの手放しをなんかねすると、まあ、ここにね、もうすぐ赤ちゃんがね、こう来てくれるよ、ママになるよっていうカードが出てるので、これね、まあ年内の方も、ね、来てくれるのがね、年内の方もいらっしゃるんじゃないかな。そう思います。こう自分自身をね、頑張りすぎるところを手放してみましょう。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、それでは3番の方見ていきたいと思います。はい、ご先祖様から妊活に対してメッセージをもらいましょう。すごい女帝のカードが出ましたよ。正位置で、いや、もういるんじゃないかなねえ、お腹の中にいる可能性、もうむちゃくちゃ近くにいる可能性、もう3番の方の妊娠力がむちゃくちゃ上がってる、もうもう少しでお母さんみたいな、すごいカードが出ました。すごいカードが出た。はい、そして、陰者、ね、ダイアルカナが2枚続きましたね。陰者、おお、死神、なんだこのダイアルカナ祭りは、すごいですね。はい、おお、なんかここまでダイアルカナが続くのはなかなかないので、よっぽどご先祖様がこう伝えたいんだなと思って、もうこうね、いろいろこう勉強すること、知識をつけること、もうね、それはしなくていいよって、しなくていいよって、もう今はこの3番の方のね、心と体整えていくと赤ちゃんはね来てくれるからって、なんかこの逆にね、知識だけを入れすぎちゃうと、なんかこうこんがらがっちゃうというかね、そういうこううまく自分で消化しきれないというか、なんか人と比べることで悪循環になってしまう、そういうことが考えられるのかな。はい、そして2列目見ていきます。ベースチャクラ、第1チャクラのリバースが出ていて、あの
足で踏ん張る第一チャクラですね、地面につながっているチャクラと、すごいねこのダイヤルかな、ペイシェンス、ねえすごいな、はい、吊るされなの男、はい、びっくりしてますこのダイヤルかな、はい、そしてコインのように、まあご先祖様曰く、自分のこれ、まあ自分の足で立つ、まあ自立する、もしかしたらこの自立する、例えばこう強さがこう今弱くなっていたりとか、あとは海とか公園とかに行って裸足で歩くとか、そうすると足の裏から大地のエネルギーをもらえるから、それをねするといいよっていうことを言ってるような気がしていて、で何かね3番の方が迷ってるっていうのもあるかもしれないんだけど、これ以上自分を犠牲にしなくていいよかな、ご先祖様が言ってるのが、今ねこうこれだけあって自分が選べる状況だとすると、3番の方がもうね選びたいところにしたいことをしなさいみたいな、そういうことを言ってくれてる、この生きるパワーを、大地からのエネルギーを受け取るようにっていうことを、言っています。はい、そして一番深いところ見てみます。ソードのエース、リバース、ソードの3、聖一、ワンドのエース、リバース、はい、まあこのなんかトラウマがね、3番の方あるのかな、とてもね過去に悲しい思いをしたとか、人によってはね赤ちゃんがお皿に帰ってしまった人とかね、いるかもしれない、それによってまだねここ、エースのリバースが2枚とも出てるんだけど、こう3番のあなたの、情熱って言えばいいのかな、そのこの頑張りたいっていう、こう気持ちがもしかしたらまだこう心から、もう私大丈夫ってまだ言えない状態なのかもしれない、それがあるかもしれないから、こう心を悲しむときはしっかり悲しむこと、無理して頑張らなきゃって思う必要はない、泣くこと、悲しみを表すこと、もうそれも大切だし、この期間が長くなったとしても決して悪いことじゃない、心まずね整えようねって、焦らなくていいからねって、3番の方にねなんか言ってくれてるような気がする。まあ、ここのねもうダイヤルカの祭りがむちゃくちゃびっくりしたけど、なんといってもこうファーストカードがね、このまあ女帝、母になるとか妊娠するとか、お母さんになるすごく魅力的な存在、そういうことを表してるから、ご先祖様は大丈夫だよって、もう少しであなたはママになれるから大丈夫だよって、でもその前にこう今のねあなたの心をなんかしっかりとゆっくりと
癒してあげて、焦る必要なんかはないからって。で、そしてそれプラス大地からのエネルギーをもらって、自分がやりたい方向に向かって進んでいくことの大切さ、もう知識は入れなくて大丈夫だから、むしろ手放していきましょうっていうことをご先祖様は、言ってくれているような気がする。はい、じゃあアドバイス見ていきましょう。はい、じゃあまずは2つとも You are が出た、あなたはね、むちゃくちゃ幸せな人ですよって。そして、なんかこう愛してあげましょうって。やっぱり3番の方っていつも自分よりも、例えばですね、お母さんとか、例えばご主人とか、例えば友達とか、そういう自分よりもこう他の人を優先してきてたんじゃないかなって思う。だからこそかな、なんかこう今まで頑張ってきたあなたにマジック、魔法が訪れますよってなんか言ってくれてるような気がする。こうご褒美がね来るような気がする。おー、なんかね、大きな波が来る、嬉しい波があなたのところに来る。なんか今からが楽しみじゃないですか。3番の方、やっぱりこう自分がしてきたことがこうきちんとね、こう返ってくるというか、やっぱり徳を積んでる3番の方だからこそ、そういう状況になるんじゃないかな。はい、これ、何月のカードで、こちらは星座のカードで、何月頃に来てくれるのか、何月頃にもしくは生まれるのか。はい、見ていきましょう。これかな、11月。はい、そしてこれも迷った、ちょっとこれはね1枚だけを取りたいから、よっしゃ、これにしよう。はい、おお、スコーピオ、サソリ座の季節、10、11だねすごい、10、11に来てくれる、もしくは、10、11に生まれる。3番の方はご先祖様もそうなんだけど、やっぱり赤ちゃんもね、いつもそばにきっとねいてくれてると思う。そしてこのカードね、ご先祖様がもうすぐママになるよって言ってくれてるので、なんか頑張れそうな気がします。以上です。